皆さん、こんにちは。一心塾の森島です。私自身、24年間、一心塾の仕事をさせていただいて、実感しているのが、すべての人は志を生きられる。この言葉であります。なぜ、すべての人は志を生きられると言えるんでしょうか。ちょっと私自身の体験を共有させてください。私はこの場で、5000名を超える方々との出会いをいただきました。すべての方が唯一無二のかけがえがない人生を携えてこの場にお越しくださいました。そしてすべての方がモヤモヤを抱えていらっしゃいました。そしてその奥にはすべての方に志のうずきがありました。最初はこのうずきに従って行動したいわけですが、でもどう動いていいかわかりません。得てして思い込みのタコツボに入っていたりするからですね。そのタコツボに亀裂を入れるがごとく、社会を広く深く学んでまいりました。そして、志を生きるロールモデルにたくさん触れる。講師の方の突き抜けた生き方もそうですが、この場では熟成同士、お互い人生を受け止め合うことで、こんな生き方があったのか、どんどん亀裂が入ってまいります。そして本当の意味で砕かれるには、もう一プロセス。社会の現実に自分の人生を投げ入れてみる。ここで言うところの現場主義であります。その姿勢を講師の先生方が定期的にロールモデルとして示してくださいます。そして一心塾の仲間が一緒になって現場に飛び込んでくれます。そして5000名を超える先輩方が市民の知恵を杖としてこの場に残してくださってますので、その杖を一つずつ講義のたびに皆さんにお渡しさせていただいてます。で、皆さんその杖を持って一歩現場に踏み出してほしいんです。そうするとミッションビジョンの柱が打ち立つでしょう。で、もう自分はこのために生まれてきたと方向性が定まれば、社会を変える方法論は3つです。政策提言、社会企業、市民プロジェクト。もう現場で実験しながら、走りながら。そうすると共感の輪が広まって、やがてコミュニティに。そしたらみんなでリソース持ち寄って、新しいシステム作ってまいりましょう。そうすると、業界が変わる。地域が変わる。社会が変わる。ここでは小さく産んで大きく育てるですから。小さく刻んで今度は螺旋階段の2周目、そして3周目、そうした動きが続々と生まれてまいりました。そしてこの場には0から1、これまで仕事はバリバリやってたけれども社会貢献は初めてっていう入門編の方もお越しになりますし、これまで入門編をやってきたと、今度は1から10、もっと発展バージョンにっていう方もお越しになりますし、さらに10から100、すでに社会企業家、あるいは政治家の方がもっと突き抜けたステージ目指してこの場にお越しくださってます。この場はそれぞれ様々なステージの方が一緒になって学び合い、切磋琢磨し合い、そして今いる次元から次なる次元へ向かう、そうしたことをお互い支援し合う。そうしたコミュニティです。だから、すべての人は志を生きられるんです。